約束宣言。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 僕の名前は渡辺優希です。8歳です。僕が大人になった時、科学者になりたいです。誰かが困ってる時、何かを助けてくれるものとか作りたい。一日一善を約束してくれますか？はい、はい、一日一回どんな良いことしてますか？妹の本を読んであげたりしてます。どんな本読んであげたの？英語の本。本当？なんか「スイミ」っていう本とか。妹の名前なんていうの？渡辺美久。美久ちゃん、うん、美久ちゃん、いくつ年が違うんですか？3歳違う。いつもどんなことして2人遊んでるの？まあ、ボードゲームとかするよ、ソーリーとか。ソーリーっていう。そう、ミキちゃん大好きなんだ。本当、どんなところかわいい？まあ、寝るところ。あ、寝るところがかわいいんだ。そう、寝顔がかわいいって言うんだな。いつも一緒に学校行ったりしてるの？うん。本当、そう。妹にはこれからどんな風になってほしいですか？もっと優しく。優しいけど、今でももっと優しくなってほしいなと思った。ほんと。お兄ちゃんとしてはどんなことしてやりたい？これから妹に勉強手伝いたい。まあ、いつもやってんだけど、もっと手伝いたい。ミク、お兄ちゃん、ミクの勉強頑張るね。お手伝い頑張ります。おお。Ha ha 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 ha!